コヒアンドテンです。さあ今日は略してコヒサンドです。略したね。うん、あ、今日はですね、はいはい、あれですよ、あ、奥さん、そんなそんな、そんなにして、いや、風がね、風が強い、そんなん気にすんない、いや、気にすぎやろ、ね、気にすぎやろ、それで今日はあれですよ、はい、泡踊りで有名な、泡踊りで有名な徳島県に来ました。じゃあ、まあ、泡踊りもね、いいんですけど、まあ、シーズンがちょっと違うので、はいはいはい、今日はですね、お山に、あるお山に、あるお山に、とあるお山に、そう、あの、まあ、眉山という、眉山、有名な山ですよ、眉山、何も見えへんけどな、まあ、そこでスマイラーになったのは、まあ、まあ、百王駅近く、はい、行ってみようかな、はい、もう、しかも今日はですね、はい、なんとですよ、じゃじゃん、買い取りできるとか、その山、じゃじゃん、ロープウェイ、あ、ロープウェイって書いてある、眉山ロープウェイっていうのがありまして、あれ乗っていい、乗っていこう、乗っていいの、あれ乗っていこう、お、乗る、あれになって眉山に行ってきます。リュウさん、そんなほんまにほんまにいい景色じゃなかったら、パンさん罰としてなんかあのメガネパキッと笑ってなんではい、行きますか、行きます、どうも、ロープウェイ、ロープウェイ、僕は高所恐怖症なんです。高所恐怖症ほんまに怖いです。この中には非常用のお、すげえ、ジョンランパム宣伝を積んでいます。多分あの橋渡ってきてる、そうやね、さっきね、無線電車すごいもんだから、景色が、おい、ごめん、これは頂上ですかね。到着、山頂駅に到着いたします。到着した、どうする、お降りの際はお忘れ物などございませんよ。あ、来ましたよ、頂上でしょ、眉山、眉山、美しい山と書きまして、眉毛の山です、眉毛の山です、山、はいはい、眉山ですよ、眉山、美山、その由来とはなんかあの、眉毛で、はいはい、見えるらしく、あ、形がこういう、へぇ、なんかその外観ね、ほうほうほう、へぇ、じゃん、そうなんですか、美山ね、いいですね、喉が見えずに、そうだね、どうせ夜景も見えし、夜景を見に行きたい ね、でもな、俺な、さっきから言いたいことあんねんけどな、ちょっと言う恥ずかしいねんな、言っていい、いいっすよ、ちょっと来てくれる、これな、はい、カップルがいっぱいな、はいはい、南京錠、名前書いてかけてはんねんけどな、ほら、あれ、分かるやつだ、俺出てたら、俺、タンさんとつけたいな、みたいな、で、これ、こんなんやったら分かれちゃうから、分かんねん、あの話だろ、こっち、でも、タンさん、コーヒー&ターンって書きたいよ、鍵持ってへんし、じゃあ、あかんねん、これ頼ったらあかんのかな、心やから大事なの、心は繋がってれば別にこんなんいらんから、逆に、いや、俺が満足するし、気持ちの問題ね、あかん、いや、大丈夫、いける、もういい、さよなら、なんで、なんで、はぁ、いや、綺麗っすね、やっぱりめっちゃ綺麗よ、空気もいいし、ヤコさん、何、どうしたんすか、綺麗なやったら見といたらいいやん、それ何を気持ち焼いてるんですか、いや、気持ち焼いてへんよ、あ、小林さん、何、焼き餅って言いますよ、焼き餅、はい、この、眉山の頂上、はい、焼き餅が有名なんですよっていう、お芝居でした焼き餅が有名なんですよね、はい、焼き餅が有名、ガチで、はいはい、焼き餅屋さんがあるという、ほう、まあ、焼き餅って何なの、餅かなって、焼き餅ってやっぱこれじゃん、いや、ゼラチン、ゼラチンのこと、ゼラチン多分、餅焼きみたいな、ほうほう、が有名、そうそう、食べに行きますか、行きますか、じゃあ、探しますか、レッツゴー、ファイヤー、タンさん、私のタンさん、タンさん、ここめっちゃ声こもる、声こもる、うん、喋ってみて、おじさん、おじさん、うまい、こもるやろ、これだけ持ち、おいしそう、まだ中見てないけど、これなんかおばちゃんがくれたサービスで、マジで、お菓子いるって言われたやったね、お菓子いるって言われたら、はい、じゃあ
映像のスヌーピーちゃんに負けたらどうぞ、うん、もぐ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 あ、どうぞ全部わかるな、これそうね。お、焼き餅あ、一個一個ラッピングしてある感じですか、ね、これすごいよ、見てこれシューマイ、じゃあ餃子潰したみたいな餃子をスタンプかなんか押したらこうなる。美味しそう。あ、でもあんこ入ってない、これ中に。これまずへぇ、あんころ餅好きな。なんやかんや食べんやね。食べ、食べ、食べていい。うん、うん、うまい。あ、いいんですか、これ餅。美味しいな。でもあの八橋に近い、京都で、うん、分かるかも。京都の八橋に近い、うんうん、そうね、うん、いつでもなんか景色も見れてね、空気も綺麗やし、お菓子も美味しいし、だったら至れり尽くせりじゃないですか。これ楽しくライブやらせてもらって、うん、ご飯食わせてもらって、景色見させてもらって、その上お菓子まで食べてるからね。これ至れり尽くせりじゃないですか。そらほっぺもそうなるわな。このボンをしてますもんな、うん、これ完全に至れり尽くせりですね。これそうやね、うん、これいたわってや、やね、いたわり尽くせりですね。これいたわってや、やね、これなんでいたれり尽くせりですね。いたわってや、なんだこの二人いたわってやって何してるの。だからなんか最後に、はい、徳島を記念して、うん、じゃあ俺がずっとホームビデオっぽくなんか音楽歌ってるから、ファンの皆さんに一言いきますよ。ファンのみんないつも応援してくれてありがとう。から、みたいな、うん、でホームビデオっぽくね。ホームビデオっぽく、うん、いきますよ。じゃあ、タンさんのファンのみんなへメッセージが、あ、これ、これ手紙、書いてきた手紙、うん、はい、じゃあ読んでいきましょう。ゆうののたくまさんから皆さんへ。おー、みんな見てる。今は地元、京都、原宿、徳島で元気やってます。ちょっとね、湿度は低いから、徳島は少し暑いけど、あ、無理わ。手が、どうやって徳島人なんかにおるんだよ。どうなるおもろかったよ。次回もやろ。どうなるいや、そんなわけで、幸せにバンド活動やらせていただきます。ありがとうございます。じゃあ、明日ワンマンなんでね。そう、明日ワンマンなんですよ。早めに。そうね、張り切って頑張っていくんで、多分これ見てるところには終わってると思うんですけど、まあ前日こんなことしてたんだよっていうことを分かってもらえたらね、面白いかなと思います。ビザンで気持ちどうぞどうぞ。じゃあ、皆さん、せーの、グッバイ、またねー。